はいどうも、皆さんよろしくお願いいたします。福井県住吉芸人の落語家笑福亭笑喜です。さあ今回は僕はですね、初詣に賑わう神社ということで、こちら福井市のど真ん中ねございます、はい、藤島神社にやってまいりました。藤島神社は福井駅から近い阿諏訪山という山の中にある神社で、大変地元民に親しまれております。藤島神社拝殿にやってまいりました。そしてはい、ででーん、自己紹介お願いします。はい、藤島神社宮司の新田義頼と申します。はい、よろしくお願いします。ここってあの藤島神社じゃないですか。はい、藤島神社ですね、はい、で神様の名前っていうのはあるんですか。はい、藤島神社の神様は新田義貞公を祀りをしております。新田義貞公、はい、新田義貞公というと南北朝時代に、はい、活躍した、後醍醐天皇の、武将として名高い、新田義貞公を祀りをしております。宮司さんが新田さんですよね。そうですね。これなんかつながりあるんですか。はい、私 のご先祖にあたる方をお祀りしております。すごい。じゃあなんで新田神社じゃないんですか。はい、実はですね、はい、福井には藤島という場所がありまして、はい、まあ、そちらで新田義貞公は亡くなられたので、まあ、明治天皇から藤島神社と名前を特別にいただきまして、神社ができました。うわー、すごいですね。神社に来たらやっぱりおみくじということで、笑喜も早速おみくじを引いてみます。あ、でもよかった、吉です。やった。これ大吉だからって必ずしも、はい、あ、そうなんですよ。内容をよく読んでいただいた方がいいと思うんですね。あ、なるほど。大吉でも厳しいこと書いてある人いっぱいいらっしゃるんで。そうなんですか。あの、別にあくまでもその指標なので、はい、それにとらわれず中身をよく読んでください。あ、確かに吉でいいことを書いてあるかと思いきや、願い事2つの願いを一度に叶えんとすればあるしってことは、はい、2と思うのは1ともいいだよと。ちょっとそこだけに集中して落語を頑張れということみたいです。皆さん、はい、頑張っていきたいと思います。三田さん、ここは何でしょうか。はい、まあ、藤島神社のご本殿が一番奥になります。はい、そこに神様三田義貞公をお祀りをしております。あ、こちら一番奥に神様を祀っている、はい、こちらは拝殿と。はい、この拝殿は、ですね、お正月の時とかは、はい、お正月はお祓いがたくさんありますので、はい、ご祈祷と言われるものがありまして、こちらの皆さんたくさん上がられまして、はい、ご祈祷を受けられます。あ、ここから階段登って、はい、この、ね、台の上に上がっていて、あそこに座るところが、はい、まあ、お正月もっと座るところたくさんありますけれども、はい、はい、ここに入ってご祈祷を皆さん受けられます。はあ、ではこの皆さんご祈祷するこの神様なんですけど、はい、どういう神様なんですか。はい、まあ、新田義貞公は、まあ、武神ですので、はい、昔から文武両道の神様として親しまれておりました。はい、文治さんがね、昔はたくさん参拝に来られたんですけど、はい、まあ、戦後はそういう時代ではなくなりましたので、あ、確かに、まあ、スポーツとか、まあ、必勝の神様として、はい、そういう面もありました。また学業の神としてたくさん、勉強頑張られる受験に、ね、合格祈願される方が、まあ、たくさんおられます。参拝をしたいんですけど、はい、参拝の作法ってどうするのが一番いい。はい、そうですね、まあ、基本的に、はい、伊勢神宮もそうですし、はい、どちらの神社も一緒なんですけど、出雲大社だけ違うんですけど、はい、基本的には皆さん、2礼200首1礼といいまして、はい、2回頭を下げていただいて、はい、2回手を叩いていただいて、最後にこういう形が、出てきましたので、このご縁を、ね、入れて、しまった。参拝の後は社務所へ。こちらの方ではですね、博物館にもなっておりまして、新田義貞公の数々の
直筆の手紙やお宝なんかが眠っているんです。こちらがなんと直筆の書だそうでございます。こうやってお宝を見るだけでも歴史好きにはたまらない場所となっております。この刀は伊勢神宮からいただいた神剣だそうです。歴史好きにはたまらない。これは何でしょう。これは日田義貞公が被っていたとされる、まあ、兜で、まあ、レプリカなんですけど、はいはい、こういう兜を被っておられました。ちょうどこの肖像画の右上の兜ですよね。これですか。はい、え、まあ、これのこの飾りを取ったら、はいはい、こうなるんですか。はい、文字が刻んでありまして、はい、各日本全国の有名な寺社の神様の名前とか仏様の名前が彫ってあるんですよ。え、あ、本当だ、文字彫ってある。はい、うわ、はい、皆さんどうもありがとうございました。仁田さんすいません、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。お正月とか三が日の方はこちらの神社どういう風な感じになってますか。はい、お正月は非常に混み合います。はい、で階段登ってくる方もおられますけど、まあ、車でももちろん登ってきて止めていただけますけれど、はい、大変混み合いますけれども、うん、まあ、雪がたくさん降らないことも祈っておりますが、ぜひお参りに来ていただきたいと思います。はい、皆さんいろんなご利益がある神社ですので、ぜひともお越しください。